ヤモリ科は、ユーロコメのトガの一つ。モシキ族は、ヤモリ族。南極大陸を除く、全大陸に分布する。小型種が多いこともあり、漂流物に乗って海洋島に流れ着くなどの広域な分散が行われたと考えられている。シ c 5は、貨物に紛れ込んで、移動先で定着した例も多いものと考えられている。日本には、日本ヤモリほか十数種が生息する。 体型は扁平。全身は細かい鱗で覆われる。目は大型で、まぶたが変化した透明な鱗で覆われる。まぶたを閉じることができないため、下で目を舐め正常に保つ。瞳孔は、縦長の種が多くで、多くの光を集め夜間の活動に適している。下は太くて短く、先端にはわずかに切れ込みが入る。時効は小型。多くの種で、死は短い。 指跡は5本ずつで、だ状の鱗が並ぶ種もいる。この鹿白板は、ガラスケースなどの滑らかな垂直の面にも接着し、登ることができる。かつては、このだは細かい鍵型になり、壁面のわずかな凹凸に引っ掛けることで、接着させていると考えられていたが、2000年に、カリフォルニア大のフルラにより、それぞれの足の裏にある、約50万本もの合毛が、 壁面の分子との間にファンデルワールス力を発生させることで接着していることが証明された。指跡だけでなく同じ気候を微単に持つ種もいる。樹状性では、四角板の発達している種が多く、地表性の種では発達していない種が多い。ヤモリテープなど、新しい接着剤の開発に応用が期待されている。森林、砂漠などの様々な環境に生息し、 民家に生息する種もいる。主に夜行性。威嚇や求愛のために鳴き声を出す種もいる。食性は主に動物食で、昆虫、小型爬虫類、小型哺乳類などを食べるが、花の蜜や果実を食べる種もいる。繁殖形態は主に卵性。主に1回に2個ずつの卵を数回に分けて産む。イモリが両生類で体表がヌルヌルしているのに対し、ヤモリは、 爬虫類でゴツゴツした触り心地である。ペットとして飼育されることがあり、日本に生息しないものも輸入されている。例外があるものの小型種が多いこと、主に夜行性のため紫外線等の人口の証明が必要ないこと、比較的飼育や繁殖が優しいことから日本での飼育に適した爬虫類として紹介されることもある。しかし垂直壁やガラス面で活動を行い、 動きが素早いことからメンテナンス中の脱走等には気をつける必要がある。種類によっては食用になるものがある。女だけヤモリジーヒラミュートレイタオガサワラヤモリ、レピゲダクティラスルガブリスビブロンヤモリコンドラダクティラス、バイブローニーソメワケササクレヤモリ、パロエズラピカタス、オーヒルヤモリフェルスウママッテガスカリーニシス、ヤマビタイヘラオヤモリリープラタスシコライヤモリの 卵継ぎのような系統樹が得られている。ありがとうございます。